里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。さあ4球目は何か、引っ張った、ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト、バッターを打ち取っています。先発ピッチャー宮城、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。バッターボックスには指名打者の吉田。ツーアウト、初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ。グラシアルが掴んで3アウトです。さあこれからマリーンズが守備につきます。そしてマウンドに上がるバッターは山田。相手簡単にストライクを取ります。真ん中打ちました、ファールグラウンドへ切りました、ファールボールです。ノーボールツーストライクです。ライト方向を流しました、ライトへ打球の打ちました、痛烈、わずかに右に切りました、ファールボール。ライト方向を流しました、この打球は落ちそうだ、一塁線落ちてフェア、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターは大山。まあここはエンドランで来る可能性もある。真ん中打ちました、ワンバウンドヒットになりました、マリーンズピンチになりました。ワンアウトランナー三塁一塁、バッターボックスは4番グラシアル。マリーンズ連打でランナーを増やしています。真ん中打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、サードランナーホームここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました、サードランナー、ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。痛烈、ショートをうまくさばいて二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ついに最終回を迎え、これはバット出ず三振です、ワンアウトです。バッターボックスには5番浅村。宮城、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、大きな打球になった、外野大きな打球ですがセンター左へのヒット、バッターランナーは2塁。さあそしてバッターボックスには山本が入ります。さあ追い上げのチャンスを迎えています。初球からスーッとストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。なるほど、打ち上げた、スタンドに入ります、レフト線へ持っていった、スタンドには届かない、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進んで、これが1球目、切りました、ファウルボール。よく追いついた、素晴らしい守備を見せてくれました。これが初球、際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。落ちる球を見極めました。3球目は何で来るか、これは内へ外れます。次が4球目、決まった、低めいっぱい、追い込みました。低め外れています、これでフルカウント。変化球抜けた、セカンドランナー帰れば同点、二塁送球はどうか、セカンドランナーホームイン。バッターボックスには代打の柳田。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。ローズピッチャーが変わります。一打勝ち、さあ初球は何か、初球から打っていった、勝ち越しなるか、入りました、ホーム、打った、センターに強い打球、ボールはそのままフェンスに直撃、ランナー出ました、打ち上げています、掴んで3アウト、この回の攻撃はここまで。ここでマリーンズ守備を変えてきました。
オリックスバファローズ最後の攻撃になります。栗原が打席に入ります。マリーンズピッチャーが変わります。マウンド何を投げてくるか。1球目狙っていって当たりません。スピードボールを持っています。打ちました。この打球は落ちそうだ。レフト弾く。ボールを拾って、足に繋がってきますからね。真ん中打ちました。ヒットになった。同点のランナーも出してしまいました。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそして打席には高部が入っています。バッターボックスには代打の村上。里崎さん、ここで変えてきました。そうですね、まあ、ただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいける。これも初球打ち、掴んだ。一塁送球、一塁アウト。さあ、プラスインサイド打った。まずは見送ります。ワンボール。これが2球目。これで3アウト。試合勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。富山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、弾き返した打球はセンターへ。バッターは2番に入っている柳田。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。打った、打った瞬間を投げてくるか。いい当たり、一二塁間を破る。ワンアウトランナー一塁です。打順は4番村上。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました。センターへ抜ける。マリーンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには長池が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。打ちました。取った。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。初球は何から入ってくるか。初球打ち、センターへ。伸びがありません。センター掴んでワンアウト。バッターは2番に入っているバース。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。セカンドの右抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは DH 吉田。マリーンズ同点のランナー。初球打ち、高く上がった。入ったー。初球ボール。スピードボールを持っています。打ちました。センターに抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。打順は5番浅村。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。ショート取った。セカンドフォースアウト。一塁転送は初球打ち。この打球はフライになっています。初球打ち、ここは打ち上げて打ちました。吉川、これで3アウト。試合終了。Feel